中央がレメック地球機関の際、レメックが用いたカプセルウラジミル・レメックは、チェコスロバキアの軍人、飛行士。ソ連の宇宙開発士で、最初の外国人、ヨーロッパ初の宇宙飛行士。チェコの政治家。チェコ、チェスケーブ・ジェヨビツェ出身。1966年からチェコスロバキア人民軍に入隊し、1970年に、個室への高等航空学校を卒業する。 1972年までズボレンの空軍部隊で勤務する。1976年、ソ連の YA ガガーリン空軍アカデミーを卒業する。1976年末、インターコスモスプログラムの宇宙飛行士候補に選抜され、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターにおいて宇宙飛行の訓練を受ける。1978年3月2日から10日まで、ソユーズ28号。 サルート6号で宇宙に滞在した。このミッションは、ソ連の宇宙開発史上初の外国人が登場した宇宙飛行だった。1978年3月16日、ソ連邦英雄称号とレーニン勲章がレメックに授与された。1979年、科学研究所副所長を経た後、チェコスロバキア人民軍政治総局に移ったが、間もなく飛行勤務に戻った。 1989年から1990年のビロード革命後、軍から解雇され、プラハの航空、宇宙博物館館長をしばらく務めた。その後、ロシアで民間会社の代表を務め、中モスクワチェコ共和国大使館通商代表となった。2004年、ボヘミアモラビア共産党から欧州議会議員に選出される。現在、プラハに在住する。 チェコスロバキア社会主義共和国英雄、ソ連邦英雄。チェコスロバキアから、クレメント・ゴットワルド勲章、祖国への奉仕に対するメダル、ソ連から、レーニン勲章を受賞。チェコスロバキア科学アカデミー金メダルを受賞。小惑星レメックは、彼の名にちなむ。ありがとうございます。